最近の動向につきましてご参加いただきまして誠にありがとうございます。私はダイヤモンド4ピースの鈴木と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。まずですね、開始にあたりましてセミナーズの進め方についていくつか確認させていただきます。本日は Zoom ビデオウェビナーを利用して開催しておりますので、皆様のビデオマイクはご利用いただけない設定にしておりますのでご了承ください。また皆様の通信環境や接続状況によってセミナーの配信が途切れたり音声が聞き取りにくい可能性もございますので、ネットワーク環境の良いところからご参加いただければと思います。で、何かいろいろ不具合とかが生じた場合はチャットより、ですね、全てのパネ、ホストと、パネリストからにお送りいただければ事務局のスタッフが対応いたします。またセミナーの最後に質疑応答タイムも設けますけれども、ご質問はいつでもプレゼン中 Zoom の Q&A にお寄せいただければと思います。時間がちょっと制約されている関係で全ての質問に答えられない可能性もありますので、ぜひいいねボタンを押していただければ、それをそのいいねが多い順番でプレゼンターへ質問できるようにさせていただければと思います。また本セミナーの録音録画は、ご遠慮ください。本日のセミナーなんですけれども、録画して期間限定で配信させていただく予定になっておりますので、もし何か不具合が生じて聞けない場合があったとしても、後でご視聴いただけます。また最後に終了後のアンケートについても先にお伝えさせていただきます。セミナーが終了して皆様が Zoom から退出された後に自動的にアンケートのページが開くように設定しておりますので、ぜひ終了後のアンケートのご協力をお願いいたします。本日はですね、ただいまから、7時半までの約1時間半を予定しております。だいたい50分程度のプレゼンテーションの後に25分程度の質疑応答の時間を設ける予定になっています。プレゼンテーションは英語なんですけれども、スライドに和訳をつけております。またそこに、補足説明という形で、プレゼンターが、英語でそのスライドに書いてない内容についてプレゼンした場合はその部分からのみ、日本語で通訳するという形で進行いたします。で、まずセミナーの開始に先立ちまして3分程度ダイヤモンド4ピースの紹介ビデオをご覧いただければと思います。はい、ではビデオよろしくお願いいたします。My name is Bekua Radu. I am 12 years old. When I grow up, I want to be a teacher because I want to help my people to learn how to read and write. My name is Mama Sherry. I am 14 years old. When I grow up, I want to be a medical doctor because I want to help my people. I want to help my people and my country. My name is Jason Vania. I am 12 years old. I want to become a news reporter when I grow up because I want to inform the public about the situation in my country.
is Esther Kwon. I am 13 years old. I want to be a nurse when I grow up so that I can be able to save the life of my people.ありがとうございます。簡単に私の方からダイヤモンド・フォー・ピースがちょっとどのような活動団体なのか、そしてどのような、ダイヤモンドの課題に取り組んでいるのかということに関して簡単に説明させていただければと思います。ダイヤモンド・フォー・ピースは2014年から日本国内で活動を開始いたしまして、2016年には活動対象国である西アフリカに位置しますリベリア共和国に現地法人を立ち上げました。ダイヤモンド・フォー・ピースの設立のきっかけは、代表理事の村上が自身の婚約指輪をきっかけに、ダイヤモンドの輝きの裏に隠されたさまざまな問題を知ったことからです。次のページをお願いします。この図の通りですね、ダイヤモンドのジュエリーが皆さんの手元に届くまでに、採掘、カット、研磨、デザイン、製造、宝飾店というグローバルな流通網をたどっていきます。実に世界のダイヤモンド産出量のうち、その約半分をアフリカが占めています。ダイヤモンドは現在の流通の仕組み上、カラット、カット、カラー、クラリティ、4C と言われているものですけれども、これに分類されて取引しているんですが、ダイヤモンドがどこで採掘されたのか、どこでカットされたのか分からないまま最終消費者に届けられるという問題があります。加えてダイヤモンドにどのような課題があるのかということはあまり知られていません。私たちはこのような現状を変えるべく、ダイヤモンドが人道環境配慮の上、採掘、カット、製造されることが当たり前の社会を目指し、そのためにダイヤモンドのサプライチェーンにいる労働者の労働環境の改善、社会的地位の向上を図ることと、ダイヤモンド業界における取引が道徳的で公平になるよう働きかけること、この2つのミッションを持って活動を行っています。それではダイヤモンドの問題とは一体何でしょうか。大きく分けて4つの問題が存在しています。1つが紛争ダイヤモンド、2つ目が児童労働、人権、環境です。紛争ダイヤモンドというのは紛争の資金源となるダイヤモンドのことです。紛争ダイヤモンドの問題は1989年から始まった西アフリカのシエラレオネとリベリアにおける14年に及ぶ内戦で注目を浴びました。でこれらの国はですね、ダイヤモンドを売った資金で武器を購入した結果、内戦が14年と伸びて、激化し、多数の人が亡くなったり、子どもが兵士になることを強要されたり、またそれによって本当に手足を失ったり、レイプされるということが本当にたくさん起こりました。ね、これらのダイヤモンドは国際市場で大手宝飾企業に購入されたことで国際的なバッシングも受けました。これらの内戦をきっかけに紛争ダイヤモンドでないことを証明する認証制度、キンバリープロセスといいますけれども、これが国際的に導入されるようになりましたが、今でも中アフリカやコンゴ民主共和国などでダイヤモンドを資金源にした紛争が続いています。児童労働に関しても特に貧困の問題から子どもが働かざるを得ず、ダイヤモンド鉱山やまたカット、研磨工場でも児童労働が行われています。人権問題も深刻でして、特に鉱山においてその警備を行う警察や軍によるその暴力、レイプ、殺人などが今もジンバブエやアンゴラなどで行われています。環境問題としては開墾による森林破壊、またそのまま埋め立てることなく放棄された鉱山による環境の悪影響などがあります。今回のセミナーでは昨年に引き続きまして、キンバリープロセスの市民社会連合シャミソ・ムチシさんとインターナショナルピースインフォメーションサービス IPIS のハンス・メルケトさんにご登壇いただきまして、ジンバブエ、タンザニア、アンゴラ、コンゴ民主共和国、中央アフリカ共和国のダイヤモンド採掘地域の最新の現状がどのようになっているのか、で各国ではどのような、問題があるのか、この紛争の資金源となるダイヤモンド原石の流通を予防するための認証制度キンバリープロセスは一体各国どこまで機能しているか、これらについて最新の動向についてお話しいただきます。シャミソ・ムチシさんはキンバリープロセス市民社会連合のグローバルコーディネーターで、ジンバブエ環境法協会の副代表も務めております。シャミソさんは、
工業、農業、天然資源分野の弁護士でもありまして、現在、そのキンバリープロセス市民社会連合のグローバルコーディネーターとして、世界中の紛争ダイヤモンドの取引をモニターしています。ハンス・メルケトさんは IPIS の研究員です。で、IPIS はキンバリープロセスの市民社会連合、唯一アフリカ外からのメンバーです。ハンスさんはこれまでにコンゴ民主共和国やタンザニア、中央アフリカ共和国で手掘りの小規模採掘労働のマッピングや、鉱山隣接地域における大規模採掘現場のその影響の調査などを実施しています。はい、それではお二人に登壇していただいて、プレゼンお願いできればと思います。Mr. Go ahead. Thank you very much for the invitation. And this is part of the series of our updates on the situation in diamond mining communities around Africa and also events in the Kimberley process. Unfortunately, my video is not very good, but I hope you'll be able to listen in to what I'll be saying. As the Kimberley Process Civil Society Coalition, we monitor the diamond mining sector when it comes to mining and production of diamonds, as well as trade of diamonds along the supply chain. The important thing is that we try as much as possible to gather information from diamond mining or those communities that are affected by diamond mining operations or the trade of diamonds. The idea is to make sure that we gather information that we then can use to protect the rights and interest of communities that are affected, and also to gather any human rights related violations, be it the violation of economic, social, cultural rights, or even political rights when it comes to diamonds and their contribution to human rights violations and disturbance of peace. So as the KP Civil Society Coalition, we cover quite a number of African countries. We've done quite a lot of research in different parts of the continent, Africa. We've produced quite a lot of research. You can visit our website and also our Twitter handle, which we'll definitely give out at the end of this session. So basically what I'm going to do first today is to talk about the situation in Marange, for example, which has caused quite a lot of disturbances in terms of human rights violations over the past years, and also the efforts being done by Zimbabwe and some companies in Marange area. The idea is to make sure that at least we are able to present facts as they are, and the situation as it is nowadays in that country. So basically, the first thing I want to mention, if you can go to the third slide there, is that the human rights situation in Marange has- Shamisa, could you pause a little bit so that I can translate? であの今、シャミソさんが言ったことを簡単に要約させていただきますと、キンバリープロセス市民社会連合という、組織がございまして、この、市民社会連合ではダイヤモンド採掘や、サプライチェーン上での取引をモニタリングしております。で、情報収集ですとか、リサーチを、特にアフリカ諸国、ダイヤモンド産出国のアフリカ諸国を中心に行っておりまして、それらの結果をもとに、ダイヤモンド採掘によって影響を受ける地域やそこの人々のさまざまな権利
を、守るということが行われるように働きかけております。本日は、ジンバブエのマランゲ鉱山での、ことですとか、その他のことについてお話ししたいと思います。Okay, thanks. Yeah, so if you can go to the third slide there, there is the human rights situation in Marange. There has been marked and significant improvement in human rights situation. And this is confirmed by community monitors, people who reside in Marange, that the human rights situation has significantly improved than in previous years. So that means the number of cases that are reported are very low when it comes to human rights violations in Marange. But the nature of human rights violations have also somehow shifted to more economic and also those that are related to political and civil rights. For example, sometimes communities are searched or asked for identification. So that limits the freedom of movement and the freedom of assembly in the area. Like last month, we had community members who were protesting against a Chinese-owned company called Anjin, and those people were arrested. They are facing charges of disturbing the peace, and they are out on bail at the moment. So that means we still have cases of human rights in Marange. But what we haven't observed in recent months are cases related to violence, for example, the beating up of people, killing of people, or such other abuses. These have significantly gone down. Maybe on the same slide, if I can just briefly talk about one of the key processes that was initiated by the Parliament of Zimbabwe is a tripartite self-assessment by Zimbabwe to assess if they are compliant with KP minimum requirements. The idea is to make sure that in preparation for a future KP review visit to Zimbabwe, the companies there, as well as government entities and government itself, are prepared for KP review visit in terms of compliance with KP minimum requirements. So this was thought it might help. It was thought that this might help in addressing the problems in Marange. So it's a tripartite arrangement which includes civil society, government, and industry. So we moved from one company to another in Marange and also Muroa to meet with communities. We met with government officials. We also met with mining company executives with the objective of assessing compliance with the Kimberley process minimum requirements. So then out of those meetings, I think one key element is that communities are now demanding for economic and social benefits from the mining sector. So that means they would want they haven't, especially in Marange at the moment. The schools are not well resourced. The schools are not well resourced. The clinics do not have drugs. The roads are not repaired, so they're in a bad state. So communities are now demanding for economic and social benefits. We also observed that there is unregulated artisanal mining, which is taking place in Marange, for example, and Zimbabwe has not licensed artisanal diamond mining. So there's no permit, there is no license for artisanal mining in Zimbabwe. So this is something that we have been pushing government to do.
that they need to create a permit or a license for artisanal miners so that at least people can then start to benefit. Maybe you can translate from that.これまでサミソさんがお話したことを簡単に要約させていただきますと、まず最初の、こちらのスライドですね、日本語で書いてあるところは、ちょっと飛べしますけれども、特に重要な点は、このマランゲ鉱山という、大きなダイヤモンド鉱山がジンバブエにあるんですけれども、そこの、人々は、特に、経済的政治的それから市民としての、権利を求めているということで、例えば、の事例なんですけれども、やはりその移動の時に、ID を持っていないと移動ができないということで、そういった ID を持っている人も少ないので、移動の自由が制限されたり、言論の自由が、制限されるという事態が発生しています。また中国企業のダイヤモンド採掘企業がありまして、その関係で、地元の人で、逮捕されたりする人が出ているということ、で、こちらに書かれているように、この人権問題、その具体的には、暴力ですとか殺人ですとか、虐待といったものは、改善をしてきているとのことです。このでマランゲ鉱山、そのジンバブエでは、この 3社というんですかね、英語ではトライパタイ、パタイトと書いてありますけれども、政府と鉱山企業と市民社会の合同による、セルフアセスメント、自己査定を行っておりまして、これは何かというと、キンバリープロセスの、採点条件を満たしているかというのを自分たちで査定をしているそうです。その目的というのは、将来的にキンバリープロセスからの調査団が派遣されたときにきちんとそれに備えることができる、ようにするための準備といった、ことだそうです。でこちらの無秩序な手掘り採掘が進行しているというのはなぜかといいますと、ジンバブエには、手掘り採掘の、ライセンス免許といったものが存在しないということなんですね。なので、地元の住民で採掘をしたい人はその、免許とかはなく、ただ採掘をしてしまっているということなので、そういった人たちが、きちんと、採掘ができるように政府としては、そういった免許の、システムを、作るべきではないかというふうに、おっしゃっていました。またその、経済的社会的利益の部分なんですけれども、例えば現地の、学校が、の設備が充実していないですとか、クリニックは、薬がないですとか、そういった問題を求めてがありまして、その改善を求めているということです。 Okay. Thank you. Then, when it comes to the Kimberley process, before I talk about responsible sourcing, it's important to note that Zimbabwe volunteered to be the chair of the Kimberley process for 2023. They expressed interest to be the first chair 2021-22. So once a country is a vice chair, automatically the following year it becomes the chair of the Kimberley process. So Zimbabwe has assumed that position, will assume that position in January or February. So that means that Zimbabwe will be the chair of the Kimberley process in 2023. For us, we would want to see a situation where Zimbabwe sets its priorities. We haven't seen that. So everyone is in suspense in terms of what are the possible priority areas for Zimbabwe in 2023 when it comes to issues that we have been calling for. So this is something that they should be telling everyone in terms of what their chairmanship will look like, because it's a common practice in the Kimberley process that every country or participant that expresses to be the chair of the KP sets out its objectives or its priority areas. So we haven't heard anything from Zimbabwe on that. But of course, for us, we would want them to
deal with the human rights issue. Tell us how they are going to deal with the violence that happened in Marange. Zimbabwe has been a source of the problems in the Kimberley process when it comes to redefinition. So we would want to see and hear from Zimbabwe how they are going to deal with that. So I thought I should just mention that. But when it comes to the issue of responsible sourcing, which is quite just wait. Can I translate that? Go ahead. Okay.さあ今おっしゃったことを簡単に要約しますと、この責任ある調達の話に行く前にですね、ジンバブエは、キンバリープロセスの議長国になることに興味を、示したというか立候補したそうで、このキンバリープロセスのシステムとしてはまず最初に副議長国になって、それがなるとその次の年に自動的に議長国になります。ですので2022年にジンバブエが、副議長国になれば、自動的に2023年に議長国になります。で、この議長国になるという、立候補したということで、市民社会連合はジンバブエ政府に対してこの人権問題をきちんと優先的な分野として取り上げてほしいというふうに考えているそうです。Okay, thanks. Thank you. On responsible sourcing, I think what we can update you on is that at Zela, we developed a manual on responsible mining and sourcing practices for diamond mining companies in Zimbabwe. The idea was to provide a guide.For diamond mining companies to be able to identify their potential impacts and the risks associated with their operations when it comes to dealing with communities and also human rights related issues, environmental issues, labor issues. We wanted them to follow the five steps, for example, in the OECD.As well as steps that are outlined in the United Nations guidelines on business and human rights. We also wanted them to follow even the voluntary principles on security, private security, and other international standards that relates to identifying or carrying out due diligence processesby any actor or company that is involved in the mining sector. So we developed a model as the Zimbabwe Environmental Law Association, which we gave to the Zimbabwe Consolidated Diamond Company. We also gave it to Moroa Diamonds. We shared partly with the government of Zimbabwe officials. So the idea is to interest So Misa, we cannot hear you. Hello. ちょっとシャミソさんのあれインターネット接続が、ちょっと良くないみたいですので、今、お話ししていたことをこちらで先に和訳させていただきますと。ジンバブエ環境法協会、シャミソさんが所属しているゼラという、団体なんですけれど もこちらが責任ある採掘と調達に関するマニュアルを作成したということで、このマニュアルというのは、OECD が発表しているデューディリジェンスガイダンスですとか、国連の、ビジネスと人権などのガイドラインに沿った5つのステップを踏んで行う、デューディリジェンス適正評価を行うためのものになっております。で、これを開発した後、
このジンバブエ合併ダイヤモンド社ですとか、あとモロアダイヤモンドカンパニーですとか、ジンバブエ政府にこのマニュアルを、渡したということです。サミさん、Are you here?Samisa, go ahead. Apologies. I had lost power here, but I hope you can hear me again. Can you confirm if you can hear me? Yes, yeah, we hear you. Yeah. So we developed the manual and the ZCDC, Zimbabwe Consolidated Diamond Company, then expressed interest to join the initiative for responsible mineral assurance, which is an international standard that provides for assessment of companies, self-assessments, and then auditing.Of companies against their standard on various elements that include human rights, the environment, labor, corporate social responsibility, and other related aspects that are quite important. And I think ZCDC at the moment is doing the self-assessment, but that process so far, I haven't yet seen.The level to which they have consulted the communities yet. I need to verify that with them. But we've always encouraged them to make sure that they comprehensively consult the local communities. So it's something that definitely we would want to see happen because.RMA emphasizes the importance of community consultations and involvement, even during a self-assessment. So I think this is something that is important for ZCDC to be doing. They have become one of the diamond mining companies to be, to have expressed interest to join IRMA and,I understand there is another diamond mining company that is also interested in the same or have done some, have started some consultations with the IRMA on the self-assessment. But we also have in Zimbabwe, Muroa Diamonds, which used to be owned by Rio Tinto, but now it's Rio Zim. It is a member of the Natural Diamond Council,which has got certain standards and guidelines and commitments for diamond, natural diamond mining companies. The big seven companies are there. I talk about Aurosa, Muroa, De Beers, Petra, and others. Those are the big seven companies that are part of the Natural Diamond Council. And they have set themselves some ambitious, but not very clear,targets in terms of trying to implement responsible sourcing standards by committing themselves to apply the Sustainable Development Goals, the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, the Kimberley Process standards, and other labor-related international initiatives and instruments. So the idea is to assure consumers that natural diamonds are much better, possibly against lab-grown diamonds, because the natural diamond sector has been under pressure from the lab-grown diamonds. So there's that industry push by the Natural Diamond Council.To assure customers about the importance of natural diamonds. But I think what is needed is more than what those big companies can do. I think it is about how the smaller players, the medium scale players, the small scale players, and the artisanal
players. What kind of responsible sourcing measures and what kind of systems can they also adopt to make sure that diamonds are sourced in a responsible manner, that working conditions at mines, so that they with the lab growth. The seven big companies go it alone without the diamond sector, natural diamond sector, will still be affected. Then I think related to that is the demand for community participation, definitely artisanal mining. And I, as I indicated, any artisanal mining related activity or projects operation should be reflective of responsible mining standards. Then the other element to take note of is that the BS, for example, has initiated the Fair Gem initiative in Sierra Leone, where they are trying to, they've set up a system for buying objective of making sure that these are responsibly sourced and are traceable and are mined responsibly. And I think that's a good initiative because it then leads to community benefits. It also helps the artisanal miners to mine in a responsible manner. So I'll stop there for now so that you can translate. Apologies, there's some noise going on at the background where I am, but you can translate. Thank you. ではここまで、和訳させていただきますと、先ほどの、責任ある調達のところなんですけれども、そうですね、ゼラが、マニュアルなどを、お渡ししたということは、さっき説明をしまして、でこの、ZCDC という、会社なんですけれども、この、責任ある調達の、マニュアルに書いてある、デューデリジェンスをするということに前向きであるそうです。で、このゼラは、ただそのデューデリジェンスを行うということではなくて、きちんとその地元の、地域の人たちをそのデューデリジェンスのプロセスにも参加させる、してもらうということが重要だというふうに、考えているそうです。で、またこの、ダイヤモンドがジンバブエがあってダイヤモンド社以外にももう一社、このデューデリジェンスが書かれているマニュアルに興味を示しているところがあるそうです。でまたこの、ムロワという会社なんですけれども、もともとリオティントという大きな、採掘企業の一部だったそうなんですけれども、世界には7大ダイヤモンド採掘企業という、大きな企業があるんですが、例えばデビアスですとかリオティント、アルゾーサといったところなんですが、そこが立ち上げたこのナショナルダイヤモンドカウンセル、日本語にすると天然ダイヤモンド評議会というふうになるんですが、ここのメンバーであるということで、このダイヤモンド評議会、天然ダイヤモンド評議会は、彼ら独自の、基準スタンダードを作っているということで、そこの、スタンダードに、準拠するように、ゼラも求めているということです。でただこの、ナショナルダイヤモンドカウンセルに所属しているのは、大きな企業だけなんですけれども、やはりジンバブエやこうアフリカ諸国では手掘り採掘、小規模採掘といったものが広く行われていますので、そういった人たちも、使える責任ある調達のガイドラインですとか、基準というのが、あると良いのではないかということで、というのが、シャミソさんのお考え で例えばデビアスは、シエラレオネでですね、ジムフェアという、プロジェクトを実施していまして、これは手掘り採掘、小規模採掘者の人たちをこう対象としたものなんですけれども、地域の、利益を高めたりですとか、採掘している人たちのこう利益の向上に寄与しているということで、良い取り組みであると、こういったものが、応用されるといいのではないかということでした。OK。Thank you.
Let me talk about the KP failures. This will be my last slide. The KP has failed again to come up with a redefinition or an expanded definition of conflict diamonds. They are still stuck in the old days, where conflict diamonds to them means conflict diamonds that are sourced from areas where there are rebel movements, and those diamonds are used by rebel movements to buy arms of war to fight against legitimate governments. So that is the definition which some KP participants or governments are still stuck with. Others are talking about the KP as a trade issue and not a human rights forum, which all is meant to disturb any discussion or stop any discussion on redefining conflict diamonds. Yet for us, conflict diamonds, the nature and scope of conflict diamonds has actually changed in practice in terms of what we have been observing in different countries across the continent, because we have situations of violence, killings, and other forms of human rights violations that are perpetrated by state actors and non-state actors. And state actors include the military, the police, and other investigative arms of government, as well as private security, and even the companies themselves committing human rights violations. So all those actors are not captured in the definition, because it only focuses on rebel movements, of which the only country now where we are talking about rebel movements is Central African Republic. Yet in all these other countries, there are a lot of human rights violations. There are a lot of conflicts that are happening on the ground. And these conflicts may relate to the environmental damage, for example, in Angola, and the environmental damage in DRC as a result of failure by Katoka Mine, which is owned by the Russians and the Angolan government, to put in place measures and systems and identify risks around dam tailings or effluent discharge from their dams, which affected a lot of people in DRC. We understand that more than 14 people died. Then also right now, there are a lot of people who are affected by waterborne diseases and a lot of ecosystems or biodiversity in that riverine context have been affected. And this is something that we raised at KP level, but we are not sure whether the Angolan officials and the DRC officials will come up with a report that they will share publicly to show that they have investigated and they have also taken some measures to address such kind of things. And these are the kind of things that we have been telling the KP, that the KP should start to expand the definition and include those situations. And in countries where it is found that a company or even the state has failed to address environmental harm or to address human rights situation, that country can then be assisted by others through training, through other measures that may help build their capacity to deal with human rights situations. And the KP can actually call on the UN or call for establishment of a special rapporteur on any issue or any country situation which
the KP itself is not able to deal with. And then the KP has always relied on the UN. So there's nothing that can stop the KP to call on the UN to help in such situations. So that's why we have been calling for an expanded definition so that the KP can address those kind of situations. We are not calling for punishment per se of states that fail to adhere to environmental standards or other human rights standards. We are basically calling for recognition of the need to address those problems. But of course, where there might be need to take some measures against a particular state, the KP has existing systems that it uses. It can still use the same systems. So this is something that we have been saying. But of course, in terms of its effort as well, if I can go to the next point around one of the key things that the KP was working on in 2021 during plenary, the KP adopted an administrative decision on responsible sourcing of diamonds. These are considered as voluntary principles. The voluntary principles in nature, in how they are drafted, they are not mandatory. They are voluntary in nature, but at the same time, they do not have very strong measures for implementation and enforcement by participants. So they call on participants and recommend participants that they look at the UN guiding principles on business and human rights, the OECD standards, the International Labour Organization instruments, and other international human rights issues, including anti-corruption. But it's just a long list of things that participants and companies can look at, but without any clear guidance on how they should implement those responsible sourcing standards on the ground. That is one major weakness. So we are looking forward to see how the KP member countries will be implementing those responsible sourcing standards in the coming years. Starting with the next year, Botswana is chair. They co-sponsored these guiding principles with the Russian Federation. So we want to see what Botswana will do as a starting point when it comes to implementation of the responsible sourcing standards. So that is something that we are looking forward to check and monitor what happens after the adoption. The other thing is the KP also included new members, accepted new members into its ranks. It accepted Mozambique. In Mozambique, you might remember that there is an armed conflict that is going on with a region called Cabo Delgado, experiencing conflict from terrorist organizations. And those terrorist organizations are deriving revenues from trade of gemstones. But there's no clear link at the moment with diamonds, but we need this the fact that there are gemstones being used there actually poses a challenge and a risk any person who is monitoring the diamond sector will be interested to see if there isn't any potential for use of diamonds to fuel that conflict in Mozambique. So this is something that we are looking at very, very closely. We have some colleagues, civil society grouping in Mozambique that is interested in the work of the KP Civil Society Coalition, and we will be engaging with them further. We had some interactions last 2 months ago. So we'll continue doing that. So I will stop there and allow you to interpret before Hans takes over the next session. Okay.
ではこちらのキンバリープロセスの課題についての、追加事項なんですけれども、まあ、これまでこのキンバリープロセス市民社会連合はこのキンバリープロセスの定義ですね、定義が非常に狭いということで、それを広げるようにというのをずっと何年も、キャンペーンというか主張して、います。で、まあ、その、紛争ダイヤモンドの定義が何かというとですね、反政府軍、もしくはその反、政府を、現在の政府をこう倒すための活動に、使われる、ダイヤモンド原石のことが、紛争ダイヤモンドというふうに定義されています。ただその現在のこういろいろな、状況、現場での状況を考えると、この一つの定義に、狭い定義に当てはまるのは、現在中央アフリカ共和国のみなんですね。で、例えばジンバブエですとかですと、その人権、の侵害ですとか、暴力ですとか、そういったいろいろなことが発生していますので、この古い定義ではなくて、よりこう人権などを含めた、新しい定義に、すべきであると。ただ、その KP の参加国によっては、もう KP は人権には全く関係がないというふうに言う国もありまして、なかなかその議論が進んでいない、進まない状況であるということです。で、またその政府をこう転覆させるための反政府活動というふうに言いましたけれども、まあ現実問題、そういった人権問題ですとか環境問題ですとかっていうのに関わっているのは、必ずしもその反政府の人たちだけではなくて、実際には、政府の関係者、例えばその警察であったり軍隊であったり、もしくは、民間企業ですね、採掘企業ですとか、そこに雇われている民間の警備会社が、暴力を振るうということもあるので、現在の、ダイヤモンドの定義では狭すぎるので、それをもっと、アップデートした方が、いいというのが、このキンバリープロセス市民社会連合の主張です。それから、こちらの次のスライドなんですけれども、まあ、ですね、後で、ハンスさんの方からもお話があると思いますけれども、先ほどの、続きでアンゴラですとかコンゴ民主共和国においても、まあ、環境に対して甚大な被害が出ている事例があるということで、まあ、ただそういった事例があるんですけれども、アンゴラ政府とかコンゴ民主共和国の政府がこういった事例をちょっと公表するかどうかというのは分からないそうです。ただこの定義をですね、広げれば、広げてこういった事例を、政府が公表すれば、キンバリープロセスというのは、まあ、国連と、まあ、いい関係を築いておりますし、国連に支援を求めることもできるので、こういった問題が、人権ですとか環境の問題が発生したときに国連に対して支援を求めたりですとか、能力強化を要請したりすることもできるということです。ただその現在の、紛争ダイヤモンドの定義ではそういったことが行えないので、こういった国連からの支援を受けるという意味でも、紛争ダイヤモンドの定義を、変えた方がいいのではないかと。なので、そのよくその誤解されがちなのが、紛争ダイヤモンドをこうに関連している国などをこう罰するためにこう言ってるんではないかというふうに思われることもあるんですけれども、まあ、そうではないと、罰するためではなくて、よりその現実的な支援を受けるためにという、意味で、私たちは定義を変えるということを主張しているというふうにおっしゃっていました。からまた2011年、今年のキンバリープロセスの総会の中で、責任ある調達に関して、まあ、自主的な、そのボランタリーなものなんですけれども、一応プリンシプル、まあ、規則のようなものが、採択されたとそうです。ただその内容をどのように参加国がこう実践していくかというのはまだまだこう明確ではないので、来年議長国になるボツワナがそれをどうしていくのか、モニタリングしていきたいということです。で、また、新しい、参加国が、キンバリープロセスに増えまして、それは、モザンビークになります。
で、まあ、モザンビークは、新たな参加国として認められたんですけれども、モザンビークの中で、宝石の原石を資金源とするテロによる活動があったということで、ちょっとこれがそのダイヤモンドとどれだけ関係しているかというのは現状ではわからないんですけれども、よく、注視していく必要があるということと、モザンビークの中でこの、市民社会連合に加盟したいという、興味を示している団体があるので、まあ、対話を始めたということで、今後モザンビークの方も注視していきたいということでした。ハンス。 Yes, thank you. Hi everyone. I'll talk a bit more about three case studies of how communities are negatively impacted by diamond mining and give you some recent updates. Next slide, please. So just very briefly a bit on my organization. I work for IPIS. We are a research institute based in Belgium. We are a member of the Civil Society Coalition of the Kimberley Process. We do research and capacity building on four main themes, as you see on the slide: natural resources, conflict mapping, business and human rights, and arms trade and security. And our specialization, let's say, is collecting data in complex and remote environments by relying on and strengthening local structures, so local civil society structures and local government structures. And then we bring this grassroots perspective to international multi-stakeholder fora. Next slide here. Chi, let me know if you want me to pause and translate, or shall I continue? You can continue. Okay, all right. So the case studies that I'll present today are about community-based monitoring. And we think this is really important because the voice of communities impacted by diamond mining is still very much absent from the debate on responsible sourcing. We hear a lot of claims about how diamond mining benefits communities, but we don't often hear the lived realities of these communities. And next slide, please. So we think that only by listening to communities, by doing community-based impact assessments and monitoring, can we really make sure that the benefits of diamond mining are maximized and that the harms are minimized. And we think that that is not sufficiently done in the diamond mining sector yet. We do not want to claim that these severe human rights abuses that I'll talk about are common. They are fortunately not widespread, but they remain under the radar because the diamond industry and governments, they want to sell this product as universally beneficial, as diamonds doing only good. They do a lot of good, but there are cases where they don't do good, where they do harm. And in our view, these cases make diamonds lose their sparkle. Next slide, please. So I'll start by a first case. And this is about severe abuses by a private security company protecting an industrial diamond mine in Tanzania. In 2017, my organization did a research on the socioeconomic and human rights impact of diamond mining, of mining in general, artisanal, small and large scale mining in Tanzania's Lake Victoria zone. And we visited, for instance, all the villages around the Williamson diamond mine in Tanzania. And we did surveys asking questions about the general context in which they live, but also the negative and positive impacts they associate with having this big industrial diamond mine in their neighborhood. Now, first of all, we were already surprised that we were the first ones ever asking these communities these questions. The mine has been there for decades, actually,
And nobody had yet set up decent structures to engage with these communities, to make sure they are involved, to ask them how they feel about these operations, whether there are any harms, and so on. But what more did we find? Generally, about the context, this we surveyed, we found that this was a very rural context of extreme poverty. So these are communities that don't have access to drinking water, to electricity, limited access to healthcare and schooling. So already there, when you have a big multinational company working in such a context of poverty, we expect general grievances like insufficient benefits they receive from the mine or insufficient employment opportunities. But we did not expect the massive human rights abuses we uncovered there, and that had actually never been reported so far. So we heard these communities talking about some of their family members, friends, being tortured, injured, or even killed by the mine security company when they trespassed on that mine's license area, a license area that was not fenced or demarcated. So often they did not even know that they were somewhere where they were not supposed to be. We reported these issues to the mine in 2018. We got no response. We published them in 2019, we got still no response. And given, as Shamisu explained, that this does not fall within the scope of the Kimberley process that looks at contexts of civil war, these diamonds continue to be certified as conflict-free and traded in big international markets, such as the trading hubs of Antwerp and Dubai, and likely also ended up in a big consumer country like Japan. Now, it was only when this case was picked up in the UK, where this company has its headquarters, and actually brought before the court there, that things started to move. And in this year, the company came to a settlement with 70 victims of these abuses, paying them compensation and investing in community projects for a total of $6 million United States dollars. But this is a first case that shows that if only the company had listened earlier to communities, a lot of the harms could have been avoided. Let me maybe pause here before I move on to the next case study. はい。では、ハンスさんの、プレゼンテーションの冒頭部分を要約させていただきます。ハンスさんが、所属しているのは IPIS というベルギーの、研究機関です。こちらでは、情報収集ですとか、調査研究をメインに行っておりまして、そういったあの調査対象先の、市民社会の声というのが国際社会に届くように、心がけているということでした。で現状ではやはりこのダイヤモンドの採掘が行われている地域ではそのダイヤモンド採掘による利益というのがあまりこの、地域社会に還元されていないということとやはり何かしらの損害がもたらされているのでそういったものをこう最小限に、していきたいというのが、目的ですね。で、まあ、残念ながらそういったあの人権侵害というのは、まあ、その数としてはあまり多くないというのはいいことなんですけれども、ただそれがこう報告されなかったり、他の人が知らないようなところで行われているというのが、現状だそうです。で、最初の事例の一つ、は、タンザニアにおけるダイヤモンド採掘の、民間警備員による深刻な虐待ということなんですけれども、タンザニアには、ウィリアムソンダイヤモンド鉱山というかなり大きな、ダイヤモンドの鉱山がありまして、もうここはですね、数十年操業しています。ただ、この2017年にハンスさんたちがタンザニアで、調査をしたんですけれども、そこでまず驚いたのは、自分たちハンスさんたちが、そういった調査をここでする初めての、人たちだったということで今までそこで何が行われているかというのを調べた人は誰もいなかったということなんですね。でその実際何があったかというと、まあ、このウィリアムソンダイヤモンドの鉱山にはその柵がないので地元の人たちはどこがその鉱山の境界線かということを知らないですね。で知らないでこうその敷地の中を
柵がないなら歩いてしまっていると、その警備員に捕まって、虐待をされたり暴力を振るわれたり、あるいはそれが死に至ることもあるということで、ただそれは、これまで誰も知らないというような状況だったそうです。でこれを問題視した、ハンスさんたちが、このウィリアムソン、ダイヤモンド鉱山会社に対して、質問状を、送ったんですけれども、全然な、しばらく何年も回答が来なかったということです。ただその後数年経ってようやくですね、こう70人の被害者にこの鉱山会社が、保証金を支払うということと、あとコミュニティ、地域に対してこの改善のプロジェクトを行うということで合意したということに和解しました。でその和解金というのが全部で、700万米ドルかかったそうなんですけれども、ただこういったことをもっと早めに取り組んで、いればこのような、高額なお金を払わなくても済んだのではないかというふうに、考えているそうです。 Thanks. All right. So a second case that、Shamiso has already referred to is the toxic water pollution associated with industrial diamond mining in Angola and DRC.So this is still quite recent. It happened、about 4 months ago, and it started at the end of July when villagers living along the Chikapa and Kasai rivers in DRC and Angola started reporting that all of a sudden the river water started turning red and fish,、all the fish in the rivers were massively dying, and even large animals like hippos and crocodiles turned up dead. People were getting sick, were getting diarrhea, skin rashes, and so on. And、the suspicions turned quickly to Katoka Diamond Mine, which is the fourth largest diamond mine in the world across the border in Angola.And also satellite analysis confirmed that the pollution had started、there.、you can turn to the next slide,、please. The company admitted that there had been a breach in its tailings,、but claims that it does not use any chemicals and therefore all the health effects could not be、due to that breach. Now,、there are...we're even 5 months after that date. Actually, there are still many questions about the consequences and causes of that spill. What we do know is that the authorities, the government of DRC, the Democratic Republic of Congo, they paid a visit to the area in September. And after that, they reported that at least 12 people had died and thousands had gotten sick.But much more than that was not revealed. Apparently, water testing was done, but by both on the Angola side, by the companies involved, by the、DRC. But no tests were released and no further communication was done. The support measures that were announced for the communities didn't take place. So actually, hardly anything happened、5 months later. AndThis slowness of the government and corporate response is, of course, on the one hand, frustrating. It is also devastating because it means that as long as we cannot really identify the consequences and causes of this pollution, a lot of the harms may still take place、as people are still eating fish from the water, people are drinking the water. So we do not know、which further health effects were reported.That it is not over was、shown quite recently when a typhoid outbreak was reported, because people、who do not dare to drink from the river water anymore don't have any access to other safe drinking water, and they are using unsafe sources and getting sick.So this is why we are continuously seeking more updates from civil society in the area, as very little information is coming out of there.And、why we are also trying to capacitate them to do their own、monitoring, as government and industry is not taking、their responsibility. So we will continue, as Shamiso said,、to raise pressure on governments and industry to,、first of all, investigate fully what happened here, because this has still not been done, but definitely also mitigate all the harms、that have been、caused not only on、human health, but also on environmental health.、
So I'll pause here again, maybe before I turn to the third and final case I want to present. ではこちらの2つ目の事例、アンゴラとコンゴ民主共和国における有害物質の件なんですけれども、これは本当に最近の件で、今年の7月の終わり頃ですね、から、発生したということで、突然、ある日突然川がこのように赤くなって魚が死に始めて、さらに大きな動物、例えばカバなども、死に始めて、こう人間にも健康の被害が出てきたということですね。で、これでその近くにある鉱山会社に、カトカという鉱山会社で、かなり大きな鉱山なんですけれども、こちらに、まあ問い合わせたんですが、有害物質は使用していないというふうに主張しておりまして、その原因というのが、まだ、不明なままだということなんですね。で、それからまあ今まで、約5ヶ月ぐらい経っているんですけれども、なかなかその調査も進展せずということで、その現地の人々というのは今でもこの川の水を飲んで、というのも、他から水を買う場所がないですか、買うお金がないので、もうそれを飲まざるを得ないですとか、そこの魚を食べているということで、その健康の被害であるとか環境への被害というのは、今でも拡大をしているということです。で、同時にその腸チフスが、大流行しているということです。ですので、このような状況を受けて、キンバリプロセス市民社会連合では、まず、その政府ですとかダイヤモンド業界が、この、原因を突き止めるということをまず第一に行って、でその後にそれに、現状のその緩和策というのをこう打つということですね。で、それはその人々の健康被害であったり、環境問題であったりするわけなんですが、そういったことを行っていくよう、引き続き、プレッシャーをかけていきます。とのことでした。Okay. Thank you, Chi. So a final case is about the conflict diamonds from the Central African Republic.So the Central African Republic is a country that has been in war where there's a civil war ranging for, I think, the last 8 years. And it's the only country where the Kimberley Process identifies conflict diamonds under its narrow definition, because rebels are financing their fight against the government through the mining and trading of diamonds. And for us, this is another case study of where community perspectives are insufficiently taken into account. Next slide, please. So in 2013, an embargo was imposed on the Central African Republic when civil war broke out, meaning that it could not export any of the diamonds it was producing anymore. And sorry, there's some background noise. I hope you still hear me well.So in 2015, that embargo was slightly relaxed and the Central African Republic could again export diamonds from a limited number of compliance zones. Now, these efforts by the KP allow it to assure consumers that it is doing something about the problem of conflict diamonds, but actually it does very little to mitigate the impact of that embargo onthe many communities in the Central African Republic whose livelihoods depend on those diamonds. Also, the KP may try to assure consumers, but in fact, the embargo is not effective as the majority of diamonds, 90 to 95%, continue to be smuggled out of the country, a big part of them through the neighboring country of Cameroon,that has been identified as the main transit hub for the smuggling of diamonds. Me and a colleague of mine, we visited Cameroon 1 month ago to assess this problem further and also to assess what a country like Cameroon can do to stop this smuggling from taking place and actually diamonds, conflict diamonds, gettingstill certification simply by entering the supply chain of other countries and then being traded on the international market. And it's quite problematic to see that these countries, the neighboring countries of the Central African Republic, actually don't have the internal controls in place
to stop conflict diamonds from contaminating the legal trade. This is a minimum requirement of the KP, but the KP is only focused on the Central African Republic and doesn't really look at what the neighboring countries are doing to stop this trade. And in our view, it is only with such a regional approach, with taking all the countries in the region into account, also taking into account local realities, that the KP can actually make a difference in this case. Because the problem is for these communities, they suffer because of an embargo that doesn't work. They receive very low prices for the diamonds they produce, and they are driven into the hands of criminals because it's only smugglers who can still get diamonds out of the Central African Republic in order to make a living. So that is why we call on the KP, and as we have done recently in the plenary, to take these local realities into account, to think about the communities whose livelihoods depend on diamonds and make sure that they are not the only ones who suffer, which is actually now the case. An embargo shouldn't be, should be to stop conflict, shouldn't serve to harm communities. So this is the final case I wanted to present. Let me stop here and then I can check and translate, and I think we still have some time for questions then. Thank you.事例の3つ目はですね、中央アフリカ共和国における紛争ダイヤモンドなんですけれども、そのキンバリープロセスが、の狭い定義による、紛争ダイヤモンドというのが今でも流通している国というのは中央アフリカ共和国なんですね。でこちらで、その禁輸措置というのが現在も内戦が続いておりますので禁輸措置が取られていたんですけれども、2015年にキンバリープロセスがその禁輸措置というのを少し緩和したんですね。で、輸出が、一部のダイヤモンドについて再開されることになりました。で、まあ、その輸出再開にあたっては本来であればそのキンバリープロセスが、ある一部のダイヤモンドは、そういった反政府軍の、資金源になっていないというようなことをきちんとしなくてはいけない、そういった条件だったんですけれども、結局それはほとんど機能していなくてですね、結局何が起こっているのかというと、中央アフリカ共和国で採掘されたダイヤモンドというのが、カメルーン、隣の国のカメルーンに密輸されて、でカメルーンが、キンバリープロセスの証明書をダイヤモンドに添付をして、結局それが、一般的な国際市場に流れているということなんですね。でそのキンバリープロセスの最低基準というのは、こういった、ダイヤモンドの汚染というんですかね、きちんとしたところから来ている紛争ダイヤモンドではないダイヤモンド原石と密輸されたダイヤモンド原石が混在しないようにするというのが、まあ、最低限の条件なんですけれども、まあ、それすらも、守ることができていないと。まあ、それはなぜかというとですね、キンバリープロセスがこの近隣諸国を含めた、取引管理を行うというこのアプローチがなくて、結局その中央アフリカ共和国のみにだけ対処しているので、その隣国で起こっていることに何もすることができていないというのが現状だそうです。で結局、まあ、その輸出ということになると、輸出だけ密輸ですね、密輸ということになるとダイヤモンドは非常に低い価格で取引されてしまいますし、結局は犯罪者の手助けをするということになってしまうので、キンバリープロセスにはこういったその地元のリアリティをきちんと考慮に入れて施策を打ってほしいというふうに、まあ、陳情しているそうです。 OK、 で本日の、登壇者の、キンバリープロセス市民社会連合にご興味のある方はこちらのウェブサイトをご覧いただいたり、こちらのメールアドレスの方まで、お気軽にご連絡をお願いいたします。はい、ではQ&A の方に、今2つ来ていますけれども、その2点に関して、ぜひ、お伺いできればと思います。チェさん、お願いできますでしょうか。はい。So, Hans and Shimizu, there's two questions from the participants, and I'd like to translate the first one. So, okay, this person is saying he or she doesn't understand how the diamond mining relates to
the lack of medical services or the lack of schools in the mining communities. So could you explain that fully? 今ですね、最初にいただきました、質問ですね。学校や医療サービスが不足していることとダイヤモンド採掘がどう関係しているのかがよく分かりませんでした。詳しく教えていただきたいです。という質問です。Can I respond? Sure. So the thing is, when you look at communities where diamond mining is taking place, or areas where diamond mining is taking place, most of these areas are areas that are inhabited by communities. These are people who have been staying there for decades. Those people often are removed from certain areas and then relocated, or a company will start operating within that community without resettling the people. But once they start operating, they do not invest in any schools, in any clinics, in any road infrastructure or developments in that community, but they will be extracting the resources which the communities themselves believe belong to them. They belong to that community because they were or are discovered in that community, and the people are losing there are other sources of livelihoods, like the pastures for their animals, water sources. They are also losing their land without getting any compensation. Neither are the companies plowing back as part of corporate social responsibility into the community. So there has always been an expectation on the part of the communities that once a company starts operating in a particular community, in a particular village, that company is supposed, as part of corporate social responsibility, to invest in medical facilities maybe, or building a school, or building the roads, or constructing the roads as it were, and any other infrastructure. There's that expectation. It is also part of best practice that companies can invest in corporate social responsibility activities. I think many of the listed companies around the world are doing that. They are investing in social services. Some actually invest in those kind of projects for purposes of getting tax exemptions. It's another angle which some big companies have always been using, that they invest in capital projects. For example, if you build a school, then you can get tax exemption or a tax holiday. So there's that expectation from communities that diamond companies should be able to invest in communities because the resources belong to the people, and the resources are supposed to be shared. So that's what I would say, unless if Hans, you can also make some additional points on this. No, that's okay. では、シャミソさんからの回答を、要約させていただきますと、まずそのダイヤモンドの採掘地域というところには、もともと住んでいる人たちがたくさんいるんですね。多くの人たちはそこに、祖先の代から数十年にわたり、住んでいます。で、ダイヤモンド採掘が始まると、時によっては、そのせいで引っ越しを、させられたり、もしくは、引っ越ししなくても自分たちが住んでいるところでそういったダイヤモンドの採掘企業が操業を始めるわけですね。で、その彼らがこう採掘をする、ダイヤモンドですとか資源というのはその地域のものであるというのがその地域の人たちの考え方です。ただ、多くの採掘企業は採掘をするだけでそのコミュニティのものを
こう採掘をしているにもかかわらず何の、お返しもしないというですかね、というケースが非常に多いんですね。で、地元の住民の人たちというのはやはりその、まあ、大きな採掘企業が入ってきたらその企業はその自分たちの、その資源をこう使って、商売をしているわけなので、例えばその地元の小学校、学校を充実させるであるとか、クリニックを充実させるであるとか、道路などのインフラの、整備をするですとかっていうことを、必ず期待をする、そうです。ただ実際にそれを行っている企業というのは非常に、少ないというのがこう現状です。まあ、それがその、学校や医療サービスが不足している、まあ、もともと不足しているというところで、採掘の企業が入ってきたら、まあ、そういったことをしてくれるのが普通だろうというふうにこう期待をしているけれども、実際にはそれがなされないというのが不満となってこう現れるというような形かと思います。よろしいでしょうか。 Okay, then, next question is what do you think we, Japanese consumers could do for improving the situation in mining communityではこの質問を日本語に訳させていただきますと、消費者である私たち日本人はこの採掘地域の状況を改善するために何ができると思いますか。 Who's going to answer? I can start. I would say as a consumer, there's not so much you can do, but I think the main power of the consumer is to ask critical questions. When you buy a diamond, make sure that you ask whether the jeweler knows anything about the origin of the diamond and that it can give any assurances about the conditions in which it were mined. Unfortunately, and that's, I see there's another question about that, about the possibility of conflict diamonds being imported in Japan. Unfortunately, there's not so much jewelers today know. There's very little information on the origin of diamonds. Often they don't know where the diamonds they are selling come from. And there is definitely a possibility that there are conflict diamonds among them.It's a small percentage of the total trade, but there are, as we said, any country except the Central African Republic can, that is member of the Kimberley process, which are all diamond producing countries, can certify any diamond as conflict free, even though there are problems, as we have highlighted, in countries like Zimbabwe, Tanzania, Angola, and others.So it starts by asking questions and in that way, raising the pressure on the industry to seek answers for these questions. Because if that pressure is not built, now there is this dominant narrative of diamonds doing good. We need to counter that narrative, not by saying that all diamonds are bad, not by boycotting diamonds, but simply by asking questions and seeking assurances. It's a small step, it will take time, but that is unfortunately, as a consumer, all that we can do for now. The main burden should be on industry, of course, to address this problem. Thank you.ハンスさんの回答なんですけれども、まあ、その消費者としてできることはそれほど多くはないんですけれども、一番大きな大切なことというのはやっぱりその、ジュエリーを売っている人たちに、重要な質問をするということですね。その質問というのはそのダイヤモンドがどこから来ているのかですとか、どのような状況で採掘されたものなのか、またそれに対する認証、それを証明するようなものがあるのかということを聞いてほしいということです。で、実際にその現実問題としてそれを答えられる宝飾店の数というのは決して現状では多くないんですけれども、そういった質問を多くの方がすることでその業界に対してプレッシャーを与えることができますので、もしかしたらその気に入る回答というのが返ってこないかもしれないですけれども、ぜひ聞いてくださいということですね。でまた先ほど そのハンスさんとかシャムソーさんの、お話にもありましたけれども、実際にはそのキンバリープロセスの認証を得ているといってもその人権侵害があったり密輸されたりといったものもそのキンバリープロセスの証明書をつけて、普通にこう流通していますので、まあ、そういったことも、覚えておいていただければと思います。 OK
Okay, then next question. Okay, he or she says, she's heard of a kind of news that Kimberley Process would intervene, not just the old definition, the narrow definition of conflict diamonds, but also the human rights environment, especially in the artisanal mining communities. Is that true or not? Did you hear me? Yeah, sorry. So the, if I get it well, the question is whether the Kimberley Process also looks at environmental and human rights issues related to artisanal mining, right? Yeah. No, that is not the case. So the Kimberley Process is a discussion forum as well. So in these discussions, these are issues that may be discussed, but no action is taken. The KP only intervenes in cases of what it defines as conflict diamonds, and thus only in the Central African Republic. But it tries to promote the idea of supporting artisanal and small-scale diamond mining and issues that arise in this context, but it's only, let's say, as a discussion forum, not through any direct action. Yeah. ハンスさんからの回答なんですけれども、その、話はちょっと正しくないのではないかということですね。で、キンバリープロセスというのは、議論をする場であるので、そういった話が議論の場に上ることはあったかもしれないですけれども、実際にその介入するというような、決定はしていないということですね。で、キンバリープロセスはその ASM の、をまあ、プロモートしようとはしていますけれども、まあ、だからといって何か、現時点で介入することを決めたとかっていうことではないそうです。Thank you. Okay, so the last question is, okay, so this person understand that you're saying the KP certified diamonds can be diamonds that are smuggled or that are mined through the human rights abuse. So as a consumer, how should we choose diamonds? Is there other options except choosing the lab-grown diamonds or Canadian diamonds? I'd like to know. Yeah, maybe I can start, Chamiso can complement. I think first of all, I want to say there's also problems linked to lab-grown diamonds. We don't know much about these, but they are often produced under bad environmental conditions. They produce lots of energy. They are linked, many of them are produced in China under unclear circumstances. So also that is not necessarily a solution. It can be if according to your preferences. There have also been problems reported with diamonds from Canadian origin, as that is also a label that is used for a lot of diamonds, and apparently not always diamonds that are actually really of Canadian origin. So this doesn't leave you with many options. There have been, Chamiso has mentioned the Gemfair project in Sierra Leone by De Beers. It does good work. It's not something that you as an individual consumer can buy already. There are a certain big retailers that can buy it. So that's not a very optimistic answer. It is, in my view, a question you should ask your jeweler in order that more initiatives start. Because in gold, it exists more. You have fair mined gold, fair trade gold. And for diamonds, there's unfortunately not a lot of options yet, which in my view doesn't mean you should stop buying diamonds. But it is, these questions would be good to put them. If more jewelers start asking their retailers and the companies they source from, like my customers are asking conditions or diamonds that I know that are responsibly sourced, then maybe things will change. But today, unfortunately, the options are very limited.
ハンスさんの回答なんですけれども、まあ、その現在、他にたくさん選択肢があるというわけではないというふうにおっしゃっています。で、ここに書いていただいたラボグロンダイヤモンドなんですけれども、まあ、ラボグロンダイヤモンドが必ずしもその環境とか人権に良いとはまあ言えない、まあ、それラボグロンのダイヤモンドについても問題はあるということで、まあ、例えばその電力を大量に消費するであるとか、あと、中国で生産されているケースが多いので、そのどういった工場の状況か、分からないところで、製造されているケースが多いといった点などですね。それから、カナダ産ダイヤモンドについても、まあ、もちろんそのクリーンなイメージというのはあるんですけれども、中にはカナダ産でないものが、混じっていたりするという問題もあるそうです。で、先ほどのシャミソさんがおっしゃっていたデビアスのジムペアというシエラレオネのプロジェクトなんですけれども、これは非常にいい、プロジェクトはあるではあるのですが、まあ、今消費者がじゃあそれを買いたいからといってすぐに買えるというわけではないので、まあ、ちょっとその選択肢が非常に少なくて恐縮ではあるんですけれども、やはりその宝飾店に、質問をして、まあ、聞くということと、まあ、そういった、取り組みを始めるようにこう伝えるということが、まあ、一番いいのではないでしょうかということでした。Okay, we have one more. From a different perspective, do you think we should promote to reduce needs or popularity of the diamond? In one way, reliance of diamonds are created by major private companies.そう、こちらの質問を、訳させていただきますと、まあ、我々は、このダイヤモンドのこの人気ですとか、まあ、そのダイヤモンドのニーズ需要といったものを、減らす必要があると思いますか。まあ、例えばそのダイヤモンドのこの、希少性というのは、まあ、民間企業、まあ、大きな民間企業によって作られたものであるとも言えるわけですね。Shamisa, do you want to take this or shall I go? I don't hear Shamisa. I can address it. It's indeed, it's something that the rarity of diamonds has been created by very strong industry marketing already since the 1960s, 70s, I think.It's something that is very difficult to counter. So it's a stone that we have decided to associate very high values with because it has certain special features. What is gem quality? There's also a difference between gem quality diamonds and other diamonds. So there are a lot of diamonds are being produced and the majority is for industrial use. Those are diamonds that don't have a good color or clarity.And it's a minority of diamonds that are used for gems. And it's this image of rarity that is also being challenged, of course, by the lab-grown diamonds. So I think this competition that starts is not necessarily a bad thing. It puts pressure on this industry to do better. It's a personal issue whether you think a diamond is worth that kind of money or not. And apparently many people still think it is because it is this special stone associated with very positive values of love. And so it is, industry and marketing is a very strong thing that is difficult to counter. Billions of dollars are being invested in that. We try to counter that in some way, not by saying that none of this is true, but also by asking attention for some of the negative issues associated with diamonds that are being rushed under the carpet. Thank you. Thank you.まあ、ハンスさんの回答ですけれども、まあ、そのダイヤモンドの希少性というのは、まあ、確かにこの、業界ダイヤモンド業界のマーケティング、まあ、多額の投資を得て、作られているものであるとは言えます、まあ、ただそれを、変えるのは、まあ非常に難しいのではないかということと、まあ、そのダイヤモンドといっても宝飾用のダイヤモンドと、まあ、それ以外の工業のダイヤモンドというのもありますし、最近ではそのラボグローのダイヤモンドも出てきているということで、まあ、この、まあ競争というんですかね、ラボグローか天然ダイヤモンドかといった、まあ、選択についても、まあ、そういったことがダイヤモンド業界に、いい意味でのプレッシャーを与えるのではないか、そのいい方向に変わるためのプレッシャーですねを与えるのではないかということです。
それからすみません、ダイヤモンドフォーピックスからの補足なんですけれども、最近やはりラボグローンダイヤモンドに関してお問い合わせを受けることも多くてですね、当団体としての見解、ラボグローンのダイヤモンドと天然ダイヤモンドに関する、記事を、ホームページに載せておりますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。では多くの質問ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ちょっと時間がややオーバーしているんですけれども、最後ちょっと簡単に私ども の, 団体の、ボランティアの説明に関して最後アナウンスさせていただければと思います。ですね、私たちダイヤモンドフォーピースではサポーターと法人会員を募集しております。マンスリーサポーター、個人の方ですと月500円から、法人会員ですと年3万円からお申し込みいただけます。今、チャットボックスに URL をお送りしますので、ぜひこちらからアクセスいただければと思います。またですね、ダイヤモンドフォーピースでは、ボランティア、プロボノを募集しております。今回のこういったプレゼンの資料とか、あとはいろいろ出版している資料ですとか、そういったもの、あと映画ですね、翻訳、あとはこういったウェビナーのイベント、広報、情報収集、いろんな作業を手伝っていただいているボランティアさんたくさんいらっしゃいます。ぜひボランティア興味あるという方は、こちら、またチャットボックスにお送りしてますけれども、この URL からぜひアクセスお願いいたします。またですね、講義講演も行っておりまして、いろいろ学校とか大学ですとか、こういったダイヤモンドに関するさまざまな問題を皆様に幅広く知っていただくために講義講演も行っておりますので、もしご関心ある方はぜひこの代表アドレスまでお願いいたします。はい、あとですね、 Facebook、Instagram、LinkedIn でもこちら、私たちのアカウントがございますので、ぜひSNS をお持ちのアカウントをお持ちの方はフォローやいいねをお願いできればと思います。はい、ではですね、これでオンラインセミナーを終了いたします。冒頭にお伝えしました通り、 Zoom 退出後続行をクリックしますとアンケートページに飛ぶことができますので、ぜひアンケートへのご協力をお願いいたします。また質問でもいただいておりましたけれども、今回のこの動画は録画して、期間限定で配信予定ですので、合わせてぜひ確認いただければと思います。また今回の講義資料に関しても、講師の、許可を得て、皆様宛に公開することは OK ということでしたので、こちらも合わせて、参加者の皆様にご連絡させていただく予定になっております。はい、それでは本日ご参加いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。